こんにちは。今日は杉のふるさと公園キャンプ場にやってきました。ここは標高約1000メートルのキャンプ場です。ところどころにこのように焚き火台が置いてあって、まあ各自自由に使っていいということになっているようです。私がこの場所を気に入っているわけは、この広い場所を独り占めにできるということです。ここのトイレは、まあ、このようになっていまして、大きな石で、見えないようにしてあるんですけども、用を足していますと森のクマさんやタヌキさんから丸見えになるものと思われます。屋根がありません。それからこのキャンプ場には水場がありません。平成4年11月吉日という具合になっています。多分ここのキャンプ場もこの頃に作られたんではないかと思っています。現在はすすきが原になってしまって見る影もないんですが、かつてこの公園が作られた時の案内板が残っております。絵で見ますと結構綺麗なキャンプ場だったようです。この場所からキャンプ場を一望することができます。石畳がありまして、私がさっき建てた車のところに建てたタープテントが見えております。夜は雨が降るという予報が出ております。ちょっと時間が遅くなったんですけども、これから昼ご飯にしたいと思います。現在1時34分です。ここのキャンプサイトだけはとっても綺麗に掃除がしてありますね。今日もスーパーの弁当です。でもごちそうですよ。ではいただきます。乾杯。静かです。ちょっと物寂しい感じがしますね。まあ、ここの前に大きな焚き火台があるんですけども、実はですね、一人でキャンプをやる時でも、小さい焚き火ができるようにと思いまして、焚き火台を最近購入しました。それを今日使い初めと言いますか、やってみたいと思っているところです。これから雨が降らないうちにですね、その焚き火拾いに行ってこようかと思います。なんせここは、熊のふるさと。リュックに熊鈴をつけていますので、空っぽのリュックを持って焚き火拾いにこれから行ってこようかと思います。焚き火拾いに、行きまして、結構大きな雨が降ってきました。今ちょっと小降りになったんですけども、まあなんとか拾ってきた焚き火が、まあ、これぐらいありますので、まあ今晩焚き火台の実験というのは多分できるんじゃないかと思います。先ほどから、大雨と強風が突然に、やってきまして、大変なことになっております。まあたったこれだけのシェルターですので、雨がどんどん入ってきました。せっかく拾ってきた焚き火もちょっとずぶ濡れ状態です。気温がですね、さっきまで雨が降るまでは25度台あったんですけども、この強風が吹き出してから一気に20度を割ってしまいました。
ここの中にいましても雨が少々吹き込んできますので、ちょっとカッパを着てシェルターの下で過ごしたいと思います。今日は、久しぶりに飯盒でご飯炊いてみようかなと思いまして、米と飯盒を用意してきました。そろそろ夕方が近づいてきましたので、夕食の準備にかかっていきたいと思います。散策に出かけようと しましたらまた風が強くなって、少し雨も降り出しましたね。なかなか思うようにいきませんね。見苦しいシェルターなんですけども、私は最近こういう感じで、ソロキャンプをやっております。今日もかなり強風が吹いておりますけども、なんとか倒れずに持ってくれています。ただいま5時55分になってしまいました。大変な天気になってしまって、風もですし、雨もかなり降ってきました。あ、もう外は真っ白になっちゃいましたね。雷までゴロ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 言い出しまして、ちょっと大変なことです。急いでご飯を炊くことにします。シェルターの中まで雨水がだいぶ吹き込んでしまいました。今日の最大の目的はこの新しく買った焚き火台を使ってみることだったんですけども、うまく使えるでしょうか。これです。バーゴチタニウムヘキサゴンウッドストーブ。私にはちょっと贅沢な品ではないかと思いますけども、なんとなくこういうのを使ってみたかったんで、これから試してみたいと思います。
着火剤の助けを借りてなんとか火がついたようです。いいもんですね。忙しいですね。焚き火が消えてくるし、はい、焚き火はまた後でゆっくりやることにして、食事の方に集中したいと思います。今日はこれを用意してきました。乾杯、いただきます。忙しいですね。雨がほぼ止みましたね。今また降るかも分かりませんが、お腹いっぱい食べました。美味しかったです。